今こそ見てほしい昭和の名作ドラマベスト3です。わー、第2位いきましょうか。ででん、次は夕日が丘の総理大臣です。これは素晴らしい、あの学園ドラマ今まで数あれど一番好きな学園ドラマでした。これは78年ぐらいから79年まで1年間で、あの少年チャンピオンの漫画が原作なんですよ。あの70年代後半の漫画雑誌の中で、今まだジャンプが一番売れてるのかしら、ジャンプマガジンとかじゃないですか。70年代の後半ってチャンピオンがめちゃくちゃ売れてたんですよ。あのドカベンとか、コエコアザラクとか、マカロニほうれん草とか、いろいろあのヒット作が詰まってる中のこの夕日が丘の総理大臣、望月さんの作家さんで一つで、漫画見ててドラマです、あのドラマ化ですって言ってすごく嬉しかったのを覚えてるんですね。中村雅俊さんと神田正輝さんと由美かおるさんが先生役で、なんて言うんでしょう、その後にやっぱ80年代ぐらいになって金八先生がスタートするんですけど、金八先生って何気にシリアスな問題も多かったりするんですけど、この夕日が丘の総理大臣はシリアスも多いんですけど、やっぱ青春友情みたいな、あの大体パターンが学園とかで生徒同士揉め事とか恋愛とかいろいろ揉め事があってすごい悩むんですけど、最後はなんか知んないけどみんな海に行って大声かなんか叫んで走って泣いてハッピーエンドみたいな、それでエンディングに血が流れるんですよ、友情とはとか。あれがね、 今見返すとはえどこがええみたいな思うんですけど、なんかあのドラマ見て最後に見るとすごい感動したのを覚えてます。それで言う、あのそなんだっけ、なんていうのかしら、最初の曲なんとドラマの最初の曲、あ、テーマ、オープニング曲だ、オープニング曲が出てこなかった。私知らないですよ、知らないですよ、あのここでは分かってるんですけど言葉とか出てこなくなった。でも違う違う、オープニング曲は中村雅俊さんの時代遅れの恋人たちで、はい、堤恭平先生が作曲で、その歌ももちろんいいんですよ、はい、エンディング曲が海を抱きしめてっていう、はいはいはい、あれはね、いい歌ですよ。だから猿の軍団もそうですけど、私主題歌とセットでドラマを覚えてて、それで演者さんも藤谷美和子さんとか井上純一さんよ、あのアンパンマンさんの元旦那さん朝日閣さんにも同姓同名の早稲田大学出身の方いますよね、ポイントやってる方とか、あと浜田さんのダウンタウンの奥さん、芸名は違ったけれどとかいて、なんて言うんでしょう、個性がすごく、で、あの時代ってなんか自分が年を取ってしまったからそういうこと言えるかもしれないんですけど、今ってなんかドラマを見るも若い人ばっかのドラマな気がするんですけど、あの時代って若い方も出て、じじいも出て、ババアも出てみたいな。だからあの先生、中村雅俊さんと神田正輝さんが下宿するおうち定食屋さんの主人がキキキリンさんで、で娘さんが岡田奈々さんなんですよ。岡田奈々さんの美少女ぶり素晴らしいですよね、岡田奈々。でもね、私アイドル好きじゃないですか、昔のあのもうデビューした時から顔が整いすぎ美人って、ちょっと当時のアイドル的には売れる売れないかって言っちゃうと、アイドル歌手人気は弱くなっちゃうっていう感じがあって、あのグラビア的には人気出るんですけど、アイドル歌手としてはあもったいないねっていう感じがしちゃいます。だから畑田理恵さんも、あのバンバヒロミさんがあのガラスケースに入れて飾っておきたいほど綺麗とかって言ったんですって。だからアイドルにとってお人形さんの顔っていうのはプラスになるのかしらっていうのが持論な感じがしちゃいます。で他でこの揺れますけれど、何の話でしたっけ、ごめんなさい。あ、だからその下宿先がロケ先がね、あのね、方南町の丸の内線の方南町の神田川沿いにアパートがあったんですよ。で私東京出てきてすぐそこ見に行きましたもん。見に行った時はもうすでにその定食やっていたところはもうなくなっていて駐車場になってたんですけど、行きましたね。それだけなんて言うんでしょう、こう影響を受けた番組でしたね。あの私その当時は中学生ぐらいでお友達もいず日々暗い時代を送っていたんですけど、あ高校生になったらこんな青春が待ってるんだって思いながら高校生を迎えたものの、全く中学校と同じ展開っていうのを覚えてます。憧れがありましたね、ああいう仲間とかそういうのがあって、
それが投影されていたのが由比ヶ浜の総理大臣だと思います。だからあのこれ1年間ってすごい回数あるんですけど、真ん中ぐらいにやったさよなら柴田君とかいう、柴田君があの親の都合で転校しちゃう回があるんですよ。転校しちゃうかもしれないみたいな、もう泣きましたもん。それで最終回の総理っていうのよ、中村雅俊さんが総理がいなくなっちゃうとかシーンとか、やっぱ感動ですよね。ベタだけど、ああいうやっぱベタの内容って素晴らしいですね。あのストレートに分かるみたいな。そう、それで由比ヶ浜のソルダージュの後にも旭ヶ浜の大統領っていうドラマがあったんですよ。そのイメージよりも由比ヶ浜の総理大臣ですよね。それでコンさん、はい、生徒役に同じ事務所の清水さん、はい、いらっしゃって、あんまりイメージ変わらないですよね、あの当時の顔のイメージ。お年は重なられてますけど変わらなくて嬉しいです。だからあの数年前にお入りになられたって聞いてすごく嬉しかったのを覚えてます。どっかでこの話したいですよね。そうね、したいですね。だから私この生徒役の斉藤智子さんって方がいるんですよ、優等生役の。その方が数年前に友達が舞台やるっていうから見に行ったら出てらっしゃったんですよ。そこで紹介してもらって嬉しくて、もうテンション上がりまくりで、好きだからファンなので、なんつうのかしら、ちょっと気持ち悪いほど喋りまくっていたらかなり惹かれていた感じがしたので、ちょっと第一印象で失敗しちゃったかなって感じです。でも嬉しいですよね、子供頃に見ていた大ファンの方にお会いするってやっぱ嬉しいですよ。あ、そうです。だからそういう生徒役もいろんな人で、さっき言った今先生もすごい、神田正輝さんね、由美かおるさんだよ。だって由美かおるさんっていうとお風呂入ってるシーンのイメージも強いじゃないですか水戸黄門さんでしたっけ、素晴らしい。名古屋明さん、だから今を見るとものすごい人生素晴らしいなっていう、なんだろう、しがらみなく人生できた時代なのかなってありますよね。だから私もほらアイドルデビューは2000年の電波少年からじゃないですか。それでいろんなお仕事させてもらって、やっぱ子どもの頃に見ていた芸能人の方に会うとタレントさんに会ったらものすごく緊張しちゃうんですよ。自分の後にデビューなされた方って緊張しないのなんですよ。それをいつだかお会いした時に榊原郁恵さんに伝えたら、あ、坂本ちゃん私もそうなのよ、デビュー前に好きだった郷ひろみさんとか会うと未だに緊張しちゃうのよって言われて、まあみんな同じなんだなって思いました。そうだから私あのみやぞんさんとかとも緊張しないもんごめんなさい。だからね、あのデビューの後に来てさせてもらったから、なんか緊張なさらないんですよ。だからキャインさんとかもやっぱ緊張しちゃいますもん。宮原さんも緊張しちゃいますもん。宮原さん、旭ヶ浜に入ったのは宮原、目指せ追い越せ宮原さんってテーマで入りました。同い年なんですよ、宮原さんと。で、金床で人形の頃から知ってるわけですよ。下手すらケンちゃん、チャカちゃんから知ってるわけですよ、子役時代の。ですから宮原さんに憧れましたね。ああいうスタンスを目指してます。はい、1位お願いします。1位は、はい、やっぱすごい美しいんですよ。日本人にこんな美しい方いたんだって感じを幼心に覚えまして、